来年はね、今年の悔しさを必ず晴らしましょう。ホークス雪辱を果たすべく来シーズンに向け再始動。今ファンが最も気になっているのはこの話題ですよね。ギータのキャプテン続投は、いや最初嫌だって言ってます。5分か10分で終わりましたよ。あ、そうですか、はい。交渉の結果は果たして、そして藤本監督は副キャプテンも指名。最新情報はこの後。今シーズンをリーグ2位、クライマックスシリーズをファイナルステージ敗退で終えたホークス、来シーズン巻き返しへ今日から秋季練習がスタートしました。来年はね、今年の悔しさを必ず晴らしましょう。そのための秋のいいキャンプ、実りのキャンプになるようによろしくお願いします。練習前の集合を終えて藤本監督とギータが2人で何やら奥へ、ひそひそと何か話してますね。説得の方はどうですか？ OK です、はい。どのようにこう口説かれたというか、どのように。いやいや、5分か10分で終わりましたよ。あ、そうです、はい。藤本監督がギータを説得した内容とは。そう、それはギータのキャプテン続投要請。藤本監督自らの説得で2年連続ギータのキャプテン続投が決定しました。いや最初嫌だって言ってます。新聞では軟禁なんかしてませんよ全然。笑いながらね、お願いしますと。キャプテンには栗原をつけますからということでね、はい。まあ、栗原は栗原でね、自分が自称副キャプテンと言ってますからね。その通りの副キャプテンにしてあげます、はい。今はリハビリ中の自称副キャプテン栗原選手が正式に副キャプテンに就任。打の主役2人で来年のホークスを頼みましたよ。松山コーチ、吉本コーチなど首脳陣にも新たな顔ぶれを迎えて、今日はおよそ1時間半の軽めの練習で汗を流した選手たち。来月3日から始まる宮崎秋季キャンプには今宮選手や牧原大成選手など主力も参加予定。来シーズン巻き返しへ実りの秋を迎えます。まあ、私もそうですけどね、まあ、選手も10月2日のね、あの最終戦一番悔しい思いしてるんでね、その悔しさをね、もう来年本当ぶつけていきたいと思います。こんばんは。やっぱりね、キャプテンはギータしかいませんよね、これはね。まあ、今年の悔しさもね、一番知ってるでしょうしね、来年絶対リベンジです。そしてね、あのギータキャプテンはね、来年は栗原がいるので栗原に任せますとも言ってるそうですけどもね。さらに監督がね、俺が監督の間はキャプテンやってくれというやり取りもあったということですけどもね、はい、来年もお願いします。さて、続いてはですね、悲しいニュースも入ってきました。週末、おととい新たに5人の選手に来シーズン戦力外であることが告げられました。今シーズンプロ初先発を果たし、初のお立ち台も経験した奥村投手、シーズン後半からの活躍が期待されましたが、先月右肘の痛みを訴え手術、現在リハビリ中で球団は育成契約を打診しています。そして今年育成の5年間を経て支配下に返り咲いた黒瀬にも悲痛の通告。支配下と育成合わせて7年間成長させていただいて、すごいいい経験をさせていただけたので、ホークスには感謝の気持ちでいっぱいです、はい。黒瀬選手は今後合同トライアウトに参加し現役続行を目指します。そして入団して3年間一軍出場のない小林選手、投手転向も視野に支配下再登録を目指します。さらに去年のドラフト5位大竹風雅投手は1年目で、中村亮太投手は支配下登録からわずか3ヶ月で育成契約の打診を受けました。はい、ということで、5人のうち4人は育成契約を打診されているということですね。まあ皆さんね、心はね折れてないぞというところもありますしね、黒瀬選手も現役を希望しておりますから、まだまだ活躍する姿みたいですね、はい。そんな中、はい、ホークスは9年ぶりの FA 複数補強へ向け動き始めていることが分かりました。ホークスが本格的に調査を進めているのはファイターズの外野手近藤健介。
近藤は2019年から2年連続で最高出塁率のタイトルを獲得。今シーズンは5年ぶりに規定打席に届かなかったものの3割を超える打率をマークしました。獲得が決まれば打線の軸としての活躍が見込まれます。そしてベイスターズのキャッチャー峰井の獲得にも乗り出します。今シーズン峰井は自己最多の93試合に出場。加入が決まれば正捕手甲斐の負担を軽減するなどの役割が期待されます。はい、これはですね、日本シリーズ終了の翌日からこの FA 宣言が開始するということで、このお二人がね、この宣言公示されましたら、ホークスは速やかにアタックする見込みでございますよ。